ホグワーツ特急すごいでけーオープン。うわすげー広っやっば動く階段や。ダイヤゴン横丁がめちゃくちゃでけーぞこれすげー。ヒカキン TV Everyday。 スネイプ先生やめてください。ハリーポッター。グッモンハロー YouTube。 おどうもヒカキンです。さあ見てください。これはなんとですね、オープンしたばかりのここワーナーブラザーススタジオツアー東京メイキングオブハリーポッターに来ています。いやもうね、駐車場の方から入ってくる時にえってぐらいもう広いしでかくて、ここ日本なのかってぐらいの規模で、もうめちゃくちゃ今驚いてるんですけど、ここ大広間のドアの前に来てます。でこれ見てください、これこれね、買えるんですよ、このほうき。やばいでしょ。ファイヤーボルトです、これ。4万円です。というわけで、早速、大広間、入っていきたいと思います。それでは、扉開けていきます。アロホモーラ。自分で開けます。オープン。うわ、すげえ広っ、やばっあの印象的な長いテーブルもリアルに再現されてます。ホグワーツ生になった気分。先生たちの衣装も展示されてます。実際に先生たちが目の前にいるみたい。ダンブルドア校長先生の貫禄がすごい。うわー大広間だ。やべーマジ本当にこんくらい広いのかな。やっぱうわーなんか料理食べたくなるわ。うわーすげー食器もマジでなんか高級感あるな。やべーすっげー天井高っ。やばグリフィンドールってことでね、ちょうどグリフィンドールの格好してますから、ちょっと僕が着るとさ先生っぽいんだよね。なんかねどうしてもハリーみたいな幼さが出ないんだけど、せっかくなんでじゃあグリフィンドールの方の席の方に。うわあよろしくお願いします。こんにちは、ようこそ。あどうもガイドののぞみさんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやこれすごいっすね。これありがとうございます。ヒカキンさんもほうきに乗って来てくださってましたもんね。ちょっとスネイプ先生にやられてたんですけどね、はい、でもそこを吹く雰囲気やって最高でした。 ありがとうございます。ありがとうございます。いやすごい大広間、これもいきなり大広間なんですね。そうなんです。すげー大広間ご存知ですか。あはい、あのみんなねあの点数とか言われてましたよね、はい、そうです、まさに今おっしゃってくれた点数というのが両別ポイント系というのが奥にありまして、よかったらご紹介してもよろしいですか。はい、ありがとうございます。うでっけちょっとえこんなでかいですか。そうなんです、想像以上に大きいですよね。ハグリッド、そうハグリッドが2メートル以上の俳優さんがさらにボディースーツを着て撮っているので、もうここで2メートル以上あるので、そう考えるとその半分くらいと考えますと、かなりの大きさが両別ポイント系も大きくあるんだなっていうのも見ていただけると思います。映画で見るのと実物で見るのはこんな大男なんですね。そうなんです。でそのハグリッドの後ろの両別ポイント系も、あこれそうなんです、これが両別ポイント系です。今非常に圧勝してます。あやったグリフィンドール、おめでとうございます。みんなちょっと悪いことしちゃったんだな。あれどうしましたか。あスネイプ傷が痛むと思ったらスネイプ先生じゃないですか。スネイプ先生の衣装をですね展示してありまして、ちょっと細かいところになるんですけど、はい、
スネイプ先生ってもともとどの寮の生徒だったかご存知ですか？スリザリンそうなんです。スリザリンがシンボルが蛇なんですけど、あ、はいはい、蛇の下ってちょっと分かれてるじゃないですか、はい、で実はこのスネイプ先生の後ろの方をですね、斜めから見ていただくと、何だと、衣装の裾が蛇の下のように割れてるんです。本当だ、スネイプ先生でかいっすね。結構身長高いんですよ、はい、でもそういったところも見ていただけるのじゃないかなと思っております。これでも本当にその俳優さんがこれでかいっていう、はい、もうみんな俳優さんに合わせたマネキンのサイズと洋服のサイズです。めちゃめちゃ身長高い怖え。そうなんですよ、これダンブルドア校長先生、ダンブルドア校長先生のこの食材なんですけど、はい、本物の金でコーティングされているんです。え、そう、合いませんかね本物の金。そうなんですよ、ここもサイズまでもこだわっていると。あ、そしてマクゴナガル先生と、あとさっきグリフィンドールというふうに声真似をしてくださった組分け帽子も、あ、本当や、おります。いや、今日も化けてるんですか？今日ももしかしたらどこかで猫に化けてるかもしれません。見てるんですねうわ、すごい。エスプラウト先生、トレローニー先生、マダム・ポーフリーと、あ、どこかで見たことあるかなって思うシーンとかも彷彿とさせながら回っていただくことができます。いやー、もう来た人多分ここだけで来てよかったってなるねこの大広間自体もすごくこだわっていて、はい、例えば床のこのヨークストーンという敷石を使ってるんですが、はい、これヨーロッパのお城でも使われている敷石なんです。撮影の時にですね、10年間ずっとこの床なら耐えられるだろうと思って使って、はい、実際1枚も変えることなく全ての撮影に耐えた石を、それと同じ本物の石を使ってあります。いくらかかったんだろう。いや、もう映画のためでしたらそうですね、はい、すげえなちょっと待って、スリザリンのさ、この机、ここ、ほら、 HP、 なぜ HP と彫られている、スリザリンの机に動く階段や。すげえ、本当に動いてる、やべえ。大理石の階段、うわー、これもタイミングね、あのね、リズム感ない人が登ってたら落ちますよこれは。すげえ、それも肖像画がさ、ブワーッ並んでて、映画に出てきたような肖像画がたくさんで、ここでね、なんか自分が肖像画になれるっていう体験ができるらしいんですよ。なのでちょっと撮りたいと思います。あと10秒です。はい、あ、やべやべ、はい、お疲れ行ってきます、はい、これ立ち位置は、あ、ここのギリギリ、大丈夫、あ、本当だ本当だ、映ってる映ってる、あ、スネイプ先生、やめスネイプ先生やめてください。よし、行きましたねもう多分ね、これで肖像画に映るらしいので、映った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 、痛い痛い痛いほら、またほらほうきでこうやって、まほうき持ってはいないんだけど、すげえ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 、本当にいるじゃん。ついにね、俺もビッグになったなこれ嬉しいな、めちゃくちゃここはグリフィンドールの談話室です。なんか暖かいね、本当にそのまんまな感じですよ。細かいところまで完璧に再現されたセット、完成までに3ヶ月近くかかったそう。それもね、すごい高い位置にロンのお母さんがくれたセーターが R と H の、ね、置かれてたりとか、あとマクゴナガル先生の若かりし頃の肖像画とかね、すごい再現度ですね。暖かい。その他スリザリンの談話室もありました。だいぶ雰囲気違うね。グリフィンドールの男子寮に来ました。これすごい。あ、生徒の個性も表現されてます。ロンのベッドで、奥にハリーのベッドもあるんですけど、これね、
めちゃくちゃベッドが小さいのよ。落っこちるぜってくらいちっちゃくてさ、あ、こんなちっちゃかったんだっていう。だからハリーとかね、あの成長して大きくなってもこれで寝てたって思うと結構ちっちゃいねっていう。いやでね、ここの、ストーブのところにグリフィンドールって書いてあるね、タオルが干してあったり、めちゃくちゃリアルよ。これはうおほほほほ、憂いの古い。憂いの古いとは、さまざまな思いや記憶を蓄え表すことができる水盆。うん、見える、記憶が見えるぞ。あ、本当になんか見える。これぜひ皆さんここに遊びに来て見てみてください。あー、すげえ。いやー、お腹減ったな。というわけでここはですね、バックロットカフェです。バックロットカフェ、めちゃくちゃ広い。薬草学で使われていた瓶まで再現されてます。すごいっすよ。ほら、薬草学のさ、瓶に入ったさ、ものめちゃくちゃいっぱい並んでんのよ。これトカゲみたいのいるからね、ここにね。で、ここでね、料理が美味しそうなんですよ。なのでもう一気に出してもらいます。いきます。はい。おお、これすごいでしょ。お皿の色見ると分かるんですけど、グリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクロー。これどれ食べようか迷うよね。もうスリザリンとかさ、明らかにヘビじゃんみたいな。このソーセージがヘビみたいになってんすよ。うわ、どうしよう。ちょ、全部ね、食べさせていただきます。うわー、でもこれ見てください、これ、マンドレイク。これね、土まで食べられるんだって。引っ込めて、すげー。いただきます。いただきます。それではグリフィンドールからいただきます。すごいレアなお肉、うまそう。ソースをかけて、これは一つ食べたら本当に大人でもすごい満足度。お肉めちゃくちゃ柔らかいぞこれ。いただきます。うめー、めちゃくちゃうめーな。これスリザリン、いただきます。下にポテトが入ってるな。ソースもつけてね。うわー、贅沢。うん、これはライバルですね。めちゃくちゃうまい、これスリザリン。ジューシー、めちゃくちゃブラチッつって。じゃあ続きまして、ハッフルパフ。これチキンだね。うわー、すごい、ソースがたっぷりかかってて美味しそう。ほんと柔らかい、この鶏肉も。いただきます。うん、うん、ほんのり酸味の効いたソースで美味しい。そして僕これ気になってるね、マンドレイク。失礼します。いきます。え、これ土食べられるって、これ何でできてるんですか。ホワイトフランスパンと竹炭を混ぜたものとなっております。いただきます。うん、うん、これ、うん、これチーズですか。チーズボールです。うめえ、これもっちもち。うん、口食べちゃおう。おう、美味しい土ですねこれ。あ、全然美味しいじゃんこれ。そして下にポテトがちょっと入ってる。あ、うん、美味しい。はい、最後にレイブンクローいただきます。これ来てのお楽しみということで、このパイ生地にクイズ書いてあるんですよ。で、そのクイズの答えがこのプレートのどこかにあるということで、皆さんも来てみてクイズ解いてみてください。それではいただきます。うわ、中にはね、シチュー風の料理になってるということで。うわー、ほら、うわー、サーモンとか入ってるらしいんですよね。いただきます。あ、うめー、めちゃくちゃうまいです。あのね、思ったよりめちゃくちゃ熱々でさ、うわ、これ超美味しいですね。どれが一番美味しいかって言われるとちょっと決められないですけど、僕ちょっとレイブンクロー好きです。
全部マジで美味しいです。お、これはヘドウィーク、ヘドウィークケーキ。頭にほんのりあのこのココアパウダーというかあのティラミスっぽくなってる。あら、うわ、食べるのもったいな。これベリーとかさ、うわ、おしゃれだな。ブルーベリーもある。うわ、よいしょ。はい、ヘドウィックさん、はい、お外に出ましょうね。はい、すごい高さのあるケーキだな。いただきます。よいしょ。ふわふわなんだけど、これクリーム。いただきます、うん、ショートケーキというか、優しいクリームとあのスポンジなんですけど、いちごとバナナのケーキだって。ほんとだ、バナナ入ってるわ。クリームがめちゃくちゃうまいね、これ。うわぁ、贅沢。あ、ほんだ、いちごも入ってる。うわバタービール、いただきます。泡がすごい。ん？ん？ん？あ、甘い。これなんだ、なんだこの味。ん？生まれてこの方飲んだことのない味がするんですけど。うん、結構食レポ自信ある方なんですけど、表現しようがない。キャラメルっぽいような、うん、泡が、泡が甘くて、下の炭酸はあのあまり甘くなくて、それが混ざり合うとね、ちょうどいい味です。何かは分かりません。来てみて飲んでみてください。いや、いいわ。ダドリー出てこい、ダドリー。はい、ここはですね、ダーズリー家です。なかなかいい家だな、こうやって見ると。入っていけるってことで、ハリーの寝てるところとかあるらしいんですよ。やばくね。おお、うわ、なんかダドリー、ダドリーのねがね、壁にね映ってる。ダドリー、ダドリーちゃん、ハリーをあんまりいじめたりするんじゃないよ。え、うわ、なんか土足で入るのが申し訳ないぐらい綺麗なんだけど。かわいそう。ちょっとリアルでこれ見ると、ハリーこんなとこで暮らしてんのかよ。うわ、階段下の物置、ハリーが幼少期の間暮らしていた狭い部屋。配線がすごいよ、これ。もう家の電気系統か、俺ガス系統か分かんないけど、これ。うわー、こんなん寝てたらもう、これ階段上り下りされたらもう眠れねえよ、これ。かわいそうだわ。そりゃ魔法でちょっとね、攻撃しますわ、これは。うわ、すごいですね。これはちょっと帰ってきたくなくなるな、これ。おおー、手紙が、すげえ。ホグワーツの入学許可証、おじがハリーに手紙を渡さなかったことで大量に送られてくる。この手紙は読むな。プシュシュシュって破ききれないぐらいもう届いちゃってますね、手紙がね。うわあ、すげえ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 おばあちゃん、アズカバンの囚人のワンシーンが再現されてます、これね。で、太ってきてね、浮いてって外飛んでっちゃうやつね。うわー、すごいね。ふんふん、すごい膨らみ方してるね。お父さん、お父さん、ほら飛んでっちゃうよ、ほら。お父さんこうやって押さえてね、こうやってね、一緒に浮いてきてたもんね。これから頑張って飛ばないように押さえるっていうシーンですね、これね。顔がめちゃくちゃリアルだめっちゃリアル、やばいな、これ。そしてここにハリーもいるじゃないか。へえ、ダドリー。これキッチンもほら、みんなでもうご飯食べ終わった後の肉の骨とかが超リアルに置かれてる。いやー、なんかハリーの部屋以外はダーズリー家めっちゃいい家だね、こうやって見ると。うわー、ここはやばい。見てください、ホグワーツ特急、すごい、でけー、ホームです、ここ。やばー。9と4分の3番線ホグワーツ特急、
ホグワーツ特急とは9と4分の3番線からしか乗れないホグワーツに行くための列車。ほら汽車ポッポなってますから、もうプシュって。すげえ、これね、列車の中入れるんだって。で、ホグワーツ特急といったら9と4分の3番線うわーうわー、ここっから入っていく。ちょっとぶつかりそうで怖い。これすごいすごいな、これ。うわー、フォトスポット、これ3カ所あるね。いやー、絶対ここで写真撮りたいよね。9と4分の3番線とは、魔法使いにしか見えないホグワーツ特急のホーム。それじゃ、ホグワーツ特急行ってきます。おお、おお、すげえ。列車内はこんな感じ。ゴージャス。すごいすごいすごい。おお、車内は各作品のシーンを再現しています。ここは一作目、賢者の石。ハリーとローンが、うわあ。それも百味ビーンズ食べてるよ、おい。ほら。百味ビーンズ何？鼻くそ味？それ。うわー、景色がすごい、ほら。あらあら、カエルがほらほら。逃げちゃったんだよな。ピューン。すげえ。次は2作目の秘密の部屋。この金髪オールバックはまさか。マルフォイ！そういえば今日全然俺マルフォイに会えてなかった。マルフォイじゃん。いやー、オールバックマルフォイだね。あの列車のこの部屋ごとに作品を表してますね。次も2作目の秘密の部屋。こちらにはロンの妹ジニーが。ジニーですね。ジニーがいます。あ、車が浮いてる浮いてる、車浮いてるよ、ポワーンって。次は4作目、炎のゴブレット。成長したハリーたちの姿が見れます。ヘドウィグ、かわいい。みんなもうめっちゃ大人になってます。ハリーもだいぶ成長したね。はい、炎のゴブレットまで来てますね、もうね。あら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 。そしてお次は6作目、謎のプリンス。ここには印象的なメガネのルーナがいます。キラーン。ルーナラブグッド、サングラスつけてます。次は3作目、アズカバンの囚人。かなり暗い雰囲気になりましたね。お、一気に変わった。はい、アズカバンの囚人です。怖い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 、暗さが違うよ。うわ、最後も暗いな。ここが暗くなってるのはもちろん理由が。あ、ここもアズカバンですね。ディメンターが飛んでます。いや、すごい特急でした。いや、次行きましょう。出勤してます。はい、魔法省着きました。いやーねー、電話ボックスから入ってきた人もいるのかな。すごい広さ。ロンドン魔法省。ロンドン魔法省とは魔法界の政府機関。魔法は力なりの像の細かい造形は圧巻です。見てこのスケール。このね、フルスケールでこうやって作られたのは世界で初めてだそうです。いや、だから魔法省だとしたらもうここ来るべき。すげえ。魔法省で働いていた人たちの衣装も展示されてます。すごい雰囲気だよ。いや、すごいですよ。オフィスがさ、あの2階とかのすごい高いところまで一つ一つ部屋がめちゃくちゃリアルに再現されてます。すげえ、ファンが回ってるわ。アトリウムの売店もありました。中のパンやマフィンも本物そっくりに作られていました。めちゃくちゃうまそう。おお、
ほうきがめっちゃ並んでんだけどさ、ここなんとね、あのほうきに乗って飛んでる映像が撮れるっていうほうきエクスペリエンスっていうところです。あ、じゃあこれよろしくお願いします。よろしくお願いします。これもう乗っちゃっていいんですか。あ、はい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 、OK です。ありがとうございます。動きなんですけど、私の真似をしていただいて魔法使いになりきって飛んでいきましょう。はい、はい、それではよろしいでしょうか。はい、はい、3、2、1。おー、すごいすごいすごい。おー、おー、うわー、うまい、うまい、うまい。ハリーどこ、ハリーを探して。あれ、ハリーどこ、探してください。大変ハリーが襲われています。助けてあげましょう。杖を下ろして、エクスペクトコントロール。いいですね、次は海に行きます。2投目です。スプラッシュ、うわー、すごいすごいすごい、スプラッシュ、スプラッシュ。追いかけてきます。逃げましょう、逃げて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 、ちょっと今、今もうね、いよいよオープンなんですけど、一番うまかった可能性ありますね。いや、確かに。もうね、すごかったもん今。リアルタイムだと思ってなかったんで、すっげありがとうございます。めちゃくちゃいいです。気をつけておりたい。ありがとうございました。いやー、すごかった。うわー、すごい飛んだ気分になれたね。最高。ダイヤゴン横丁だ。うわー、後半できた。めちゃくちゃでけえぞこれ。すげー、ダイアゴン横丁。ダイアゴン横丁とは、活気あふれる魔法界のショッピングストリート。賢者の石でハリーが初めてダイアゴン横丁に来た時の景色にそっくり。銀行です、銀行。グリンゴッツ銀行とは、ゴブリンが経営する魔法銀行。グリンゴッツ銀行、僕の金庫は687番だからね。そして杖でも買っていこうかな。うわー、すげえ。オリバンダーの杖店は、ハリーが初めての杖を買ったお店。オリバンダーズ、自分に合った杖が売ってます。なんかすげえ、本当になんか、うわー、なんか棚にさ、杖のさ、箱の在庫がブワーッ、うわー、入りてー。うわ、すごいすごいすごい。他にもホグワーツの生徒に必要なものがたくさん揃っています。フローリッシュ&ブロッツ書店は、作中でハリーがギルデロイ・ロックハートに出会った書店です。高級クイディッチ用具店、クイディッチ用具や有名チームのユニフォームを販売。イーロップのフクロウ百貨店、この店でハグリッドがヘドウィグを購入し、ハリーにプレゼントしました。よかった、なんかこれアイスクリームうまそうだな。めちゃめちゃ美味しそうだな。うわー、出ました、ロンのお兄ちゃんが出ました。いたずら専門店来た。うわー、うわー、力なんか出てるよ。いたずら専門でやらせていただいてます。動いてるもん、ほら、すげえ。フォトスポットだな、ここ。すごい、すごかったよこれ。
めちゃくちゃ大きくて本当に細かいところまで再現度がすごい。行け。お、夜になった。夜になった。うわ。なんとこのホグワーツの模型、昼から夜に照明が切り替わるので、ぜひどちらも楽しんでみてください。夜のホグワーツもめっちゃ綺麗。これ最後にすごいとこ来たよ。これグッズがめっちゃ売ってるメインショップってとこなんですけど、これ杖がやばい。これ見てこれ。棚の上から下まで杖がびっしり。やべ、うーわ、ハリーポッター一発で見つけたぞ俺。ハリーポッター、これちょっともうね、マニアの人は全部買いたくなっちゃうねこれ。うわー、あ、もう飾ってあるもんねこうやってね。ほらほら、ちゃんと中身見えますね。すげー、上の方まであるもんな。すげー、やばい。もうその他もさ、もうこれどこまであんのってくらいこれショップ広いっすね。やばい。本が空飛んでる。ハリーポッターシリーズの本もいっぱい。寮ごとのグッズやクイディッチのユニフォームも。ここでしか買えない限定グッズもあります。巨大な庭床の杖をモチーフにした看板が。すげえ。杖がザーって並んでるんですけど、うわーこれ、うわー、どれにしよっかな。あ、ヘドウィグだ。東京限定です。え、ここでだけでしか。鋭いなやっぱ俺。東京限定ですこれ。ということはもう海外からね来る方、これもう間違いなくこれ買っていくんじゃないかな。うわー、じゃあ失礼して、はい、いやー可愛いな。杖だらけになっちゃうねこれ帰るときはね。お、こちらプレゼントさせていただきます。え、神が庭床の杖。庭床の杖、いいんですか。もちろんです。あー、もう最強になった気分です。ちょっと待ってくださいよ。これヒカキンって入ってる。ここ掘られてる。すげー。うわー、ありがとうございます。これちょっと大切に家に飾っておきます。お願いします。ありがとうございます。これでなんと来て伝えれば5分ぐらいで名前入れていただけるってことで14種類から選べるそうです、はい、いやー、ありがとうございます。杖以外にもグッズが盛りだくさん。すごい、ほらローブも売ってます。これほら、僕も今回これ H ってね入ってるんですけど、名前のこの刺繍入れられるやつ、すごい。すげえ、お菓子もめっちゃいっぱい売ってるよ。うわー、ほらハリーポッターゴーフレット、お菓子。これは全部買いてえな。お菓子とかも売っててめちゃくちゃカラフル。めちゃめちゃカラフルなんだけどさ、百味ビーンズ売ってるよこれ。これ買っていくしかないだろう、ゲロ味。昔これ俺食べたな、兄貴と一緒に食べたんだよ、セイキンと一緒に。うわー、電子類買って家に配送したいね。賢者の石や。うわー、13,200円。ヘドウィグ売ってるぞ、おい。ヘドウィグ、金のスニッチも売ってるじゃん。グリフィンドールの剣、3万円。チェス売ってるよ、チェス。わー、5万円。一番豪華なグッズかも。ぬいぐるみコーナー、やばー。
ぬいぐるみもめっちゃあるぞこれ。わあ、すげえ種類。ドビーがいっぱい。ドビ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 。マルフォイ。いやー、いやー、すごかったね。ちなみに僕今日これ全部回れてないんで、もっと広いんですよ。でもね、僕が回りたいところはだいぶ回れたので、いやもう大満足でしたね。最後にね、ここフードホールっていう、途中で食べたところよりもちょっと軽食とか食べられるところなんですけど、いやめっちゃ広いなこれ。ここで最後にちょっとおやつ食べて終わりたいと思います。いきます。はい。ドーナツ、これカラフル。各量のまたこれ種類ありますね、4種類。そしてミルクシェイクのストロベリー味。うわー、豪華ですね。もう最後の最後までいただきます。やっぱグリフィンドールからいくよね。おーおーおー、いただきます。うん、しっとりもちもちだわ。これストロベリーっぽいな。うん、うまい。抹茶やろこれ絶対。スリザリン抹茶だしよこれ。いただきます。お、ほんのりなんか抹茶のその甘すぎない感じが、これすげえうまい。スリザリンちょっと毎回うまい。ハッフルパフ、うん、これバナナっぽいかな。うい、バナナじゃねえなこれ。ん、レモンだってこれこれはバナナだと思ったらなんか爽やか。レイブンクロー、これブルーベリーだろう。さては、うん、めっちゃブルーベリーわー、シェイクをいただきます。これ混ぜて飲むんだって。うわ、豪快に混ぜていく。せっかく来たなら、でもなんかね、一通り人気のフード食べたいよね。やっぱね、あの回ってみて思ったのは、室内施設だから雨でも楽しめるのよ。それがいいね本当に。いただきます。うわ、めっちゃこれアイス入ってんな。うん、うめえ。あ、これ超うめえんだけど、めちゃくちゃ濃厚。うん、来てよかったはい、というわけで僕この後もちょっとね、ドーナツとかシェイク楽しんで帰るんで。でね、皆さん本当に今日の動画全部見せられたわけじゃないんで、ぜひお越しください。で、これ気をつけてほしいんですけど、予約制なので、もしね、来たいっていう方は動画の概要欄からホームページの方から予約してお越しください。はい、この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひポチッとお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ。その他、私ヒカキン SNS もやってますので、説明欄からフォローお願いします。 Twitter、Insta、TikTok やってます。フォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン、バイ。トロクトロクトロク、トロク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 。